着きました。ハッピーカウント達成。ハッピーカウントこの塊は。これ。ね。うん。今カラマツの。あ、あったよ、さっきカラマツの、うん。あ、なんか切れた。いいよ。なんだか来たの？うん。映ってるもん。なんか朝からの散策も気持ちいいね。ね。なんか枝がいっぱい落ちてるね。ね。フットパスっていうこれ今流行りの。これは？え？散策？登山？登山じゃないの？登山ではないし。フットパスだよ。フットパス？今日は。1周コース 7.6 所要時間約3時間これを行ってみます。誰もいないからね、うん、動物しかいないし虫か木しかないよ。トドマツヤ、すごいね。永遠とこういう道続くんだよ。フラワーやーすごいね、うん、こんなのばっかり花びらもついてるなんてすごいよね。もう360度森林です。洞爺湖のこれは無人島の中之島、中島か。どこ見ても自然しかないけど、うん、だ距離はあるけどあれでしょ、坂道があんまり少ないから緩やかだから楽でしょ。だから言ったじゃん、そんなジャンパー持ってこない方がいいって暑くなるんだから登山の鉄則だよ。何枚も起きて、暑くなったら1枚ずつ。私も何着てると思う？もう休憩するとき寒くなるんだよね。あーすごいこれ。
ベンチ休憩しなくていいでしょ。今度下りじゃないか、これいっぱい入ってきてよ、これ、うん、なんか探検っぽいよね。大平原バン大平原バン。やべ、 GoPro の充電があと30何パーしかないです。それはやばい危険ちょっとしか取らないです。チャキーン。はい、くぐりますよ。よいしょと。時間があるんで、進みします。うん、ほら見て。こういう時間に回るやつ2時間で、今、あと2時間だって、うん。あとこっから出口まで、6キロ、2時間、最終5分。痩せる？痩せるし、山は。いや、余計な体力使ったら変な山登ったから、うん、でもいい汗かいて。おお、湖が見えるぞ。湖、うん、綺麗だね。そうだよ、見て、緑の絨毯だ。緑の絨毯だ。うん、緑の絨毯を過ぎて5キロ。本当は湖畔だな、うん、お、癒されるね。うん、水を飲みたいな。水飲む、うん、お、ホケキョだ。ホケキョ、いやー、この眺め。ようやくゴールに近づいてきたね。疲れてる？あんた。あともうちょっと。もう疲れすぎて頭おかしくなってんだ。
もうちょっとだ、頑張れ。もう疲れすぎてのんちゃんが頭狂ってきた。やっと着いた。ここを抜けるんだな、次は。一周、半周はこっちから来るんだね、これ。これ一周終わり。出入り口はこちらでございます。着いた。終了後のアイスコーヒー、うん、よし帰るぞー。